久しぶりにこっちに顔出しに来たのはいいんだが、なんでこの人が車に押しつぶされてんだ。息子が投げてきた GTR とかいう車がものすごく痛いです。いや、あんたは何をしたらそんな車ぶん投げられんだよ。シーザーちゃんをめでるように写真撮ってたら車ぶん投げられた。あ、ガタガタうるさかったんだな。なんとなく察したぞ。なんで車ぶん投げちゃったの？そうだぜ、ジョースケ。なんで車ぶん投げたんだ？んなこと言われても、多分、イラついたからじゃねえか？何その補正的なやつ。腹立っただけであれぶん投げるのは異常だと思うがなぁ。あん時は自分でもわからねえぐらいの力が腕に入ったんだよ。つかあれ、あの GTR、もしかしたらジョセフミさんのかもしれねえ。え、それまずいんじゃないの？後で菓子折り持って謝りに行こうぜ。兄ちゃんはいい子だな。じっとしてるし、それに俺についてくる。でも、野良猫だからな。離れたくないよ。兄ちゃん、あんな空気で出ていけたら苦労しないんだけどな。でもあんなしんみりな空気になってたら出ていけねえって。なんだ、そんなと、今のにそんなに驚く要素あった。字幕思いっきり見切れてるけど、もう僕たちほとんど見えてないし字幕思いっきり色が被ってるよ。もう突っ込むのも疲れたよ。お前が突っ込むのをやめればいいじゃねえか、ジョニー。